ちこです。風さんの台湾の皆様への挨拶可愛いですね。寝癖もピョンとしててね。はい、ちょっと日本語多めなのはあれですかね、台湾の人は日本語を話せる人が多いから関係ない。でも最初に藤井風と申しますって挨拶してましたね、台湾の言葉で。うん、トウシャって最後ね、ちょっと発音違うかな、ありがとうございますって。うん、楽しみですね、台湾の人たちもね。そして日本からも行こうと頑張ってる人たちもいらっしゃるようですが、なかなか厳しそうですけどね。本当にみんながハッピーになるような、そんなライブになることを私も祈ってます。はい、素敵な風さん、思わずまたスクショしてしまいました。はい、ありがとうございました。ではまた。